はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では信長の野望大使真田幸村プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、北条を、倒したというところまでプレイを進めてきたんですが、あの後ですね、1ヶ月だけご覧の通り、月日を沈めたところですね、あっけなく今川が徳川に組み込まれてしまったという状況になりました。で、この先なんですけども、前回の最後にお話少しだけしたと思うんですが、徳川、織田、この連合軍に挑んでいきたいというふうに思っています。で、味方はというとですね、頼みの上杉、こことは婚姻同盟を結んでるんで上杉、あとは兄真田信行と、あとはね、どうでしょう、距離的に少しあるんですが佐竹、この辺りと組みながらというのを考えています。で、すでにですね、北陸方面は完全に上杉勢が抑えていて、さらにそこから北側は同盟国が抑えているので、それぞれ最上家、安東家が抑えているので、戦力はすべて南に振り向けることができます。で、前回取った北条の城には北条の家臣団を入れているので、半ば北条 VS 徳川という様相になるかもしれないんですが、まずはね、徳川に対して戦争準備をしていきましょう。ご覧の通りね、今全然兵糧がないんで、兵糧が溜まるのを待つというところからになりますね。当然徳川と戦端を開けば信長との関係も絶望的なものになるので、ある程度もう覚悟を決めてね、戦っていく必要があるかなと思ってます。報告いたします。先月の収支です。ではまず兄信行に対してはしっかりと兵糧外交を展開していきましょう。で、あとはですね、この後の戦争準備という意味では歩兵ですね、歩兵をねしっかりかけておいて、兵の増強をかけておきます。小田原城にはどうだろうな、ちょっともうちょっと戦える武将を入れといた方がいいかもしれないですね。このままだとね、ちょっと弱いかなっていう感じがどうしても出てきちゃうんで、これを機に少し兵の増強を図る、戦力の増強を図るという意味で、前線に入っている小田原城は実はその武将をね、超強力な家臣を入れてるってわけではないんですけど、ここは少し見直しましょう。かしこまった。むしろね、雪村をここに移動させてきちゃってもいいかな。もう前線をねここにしちゃいましょうか、小田原城にね。かしこまった。中禅寺湖のある中禅寺城とかも全然、そもそもこう言っちゃなんだけど、兵力がカスだな。4,500しかいないってなるとね、この後ちょっと戦えないからな、戦力的に。では小田原城に今お話した通り雪村を移動させちゃいましょう。小高からついに離れる形ですね。では兵の集結というかね、歩兵完了を待ちます。それと同時に家康との同盟が切れるのもね、待たなくちゃいけないので、そのタイミングをもって一気に宣戦布告、戦争状態と入っていきましょう。報告いたします。安東家との同盟はもちろん維持します。表情始めるとしましょう。でね、今欲しいのはここ何回かお話してると思うんですけど、とにかく軍事系のものが欲しいんですよね。
誰も軍事系のものよく考えたな話をしてくれないけど、これにて表情を終わります。かような策はいかがでしょうか。一つ考えがある。商業港貿易はやりたいですね。毎月鉄砲が納品されるってめちゃくちゃ嬉しいよな。これ農業が16か、全部で30必要なところ16しかないので、この農業16は次のターンで必ず入れましょう。この施策では安藤家に対しては交渉でしっかりとお米をもらっておきましょう。上杉軍がね、徳川に宣戦布告してくれるかどうかというのも一つのポイントになってきますからね。報告いたします。先月の収支です。ではここも鉄砲を買っていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。安藤家と戦闘が起きたか、まあ、ここはどちらにもつかずに置きましょう。まあ、なんといってもね、最上安藤ともにこの後しっかりと戦争をしたくない相手同士なんで、どうしようかな。最上義明は婚姻同盟を結んでいて、安藤家に対しては今兵糧をもらいに行ってるんで、ここは拒否しよう。介入しない。ここに何、ここで家宝をよこせって言ってくるか、しょうがないな。いうことが、報告いたします。さ、徳川家康との同盟がそろそろ消えますね。そしたらもうこの北陸の方は歩兵に関して言うと全く必要がない状態になりつつあるので、北陸というかもう蝦夷方面ですね、まあ青森とかこの辺からは兵を全部引き上げていきます。まあ1000ずつ入ってればいいかなっていう感じかな。かしこまった。とにかくね、不要なところに兵を配備していてももったいないというか、何よりもこっから兵糧を持って南に下るというのはちょっと現実的じゃないですからね。かしこまった。兵糧の消耗が激しすぎてちょっと話になんないかなっていうところもありますからね。まあ、この辺りまでかな。明星、この辺りになってくるとまだまだ出番はありえるので、一旦これくらいにしときますか。ちなみに明星とかこの辺り南部、まあいらないといえばいらないな。やっぱ前線にどうしてもね、優秀な武将を配備しておきたいというのはありますからね。片倉北ちゃんとかこの辺にいるのが、ちょっと前線にこの後少しずつ移動させていってもいいかもしれませんね。勝家 VS 浅井に関して言うと、もちろん浅井につけ、これは間違いないですね。で、兵を貸してほしいというのであれば、どこの兵を貸してほしいの？
いやちょっと厳しいな。まあ、忍城城の城は貸してあげてもいいけど、忍城城と平井からは兵を貸してあげる。美濃はちょっとね、蒲生氏さんとこの後の戦いで使いたいんで、鉄砲を代わりにもらいましょう。お、ここで徳川と織田が戦うか。これは大きいな。ここはどちらにも参加せずに、これ便乗しましょう。いいですね、油断したな、完全に。先月の終始です。表情始めるとしましょう。よく考えたな。これにて表情を終わります。策がございます。兵糧収入増加賞、これも安藤薄入れたいな。息子大輔からも操戦術が提案されてるけど、まずは絶対に入れたいと言っていた商業工貿易、これはすぐにでもやりましょう。でだ、この後なんですよね。まだ連戦自宅はいけない。160に対して何が足りないんだ。あー、指揮工場所持する配下が3人必要。これは満たしてるように見えるけどね。そうすると順番で言うと、先に冷え殺しが必要なのか。冷え殺しがあってから連戦自宅だね、多分順番で言うと。なるほど、よくわかった。軍事160満たしていて、論議80も満たしてるもんね。そうですね。そうなると冷え殺しを先に入れなきゃいけないか。農業があと9必要ですね。次の段でじゃあ入れていきましょう。さあ、では早速家康側に戦を仕掛けていくにしてよ、神原を狙うか富士吉田を狙うか、この辺りからの戦いになりますね。でかつ上杉勢がしっかり味方してくれるっていうのもね、必須条件だからな。真田の軍略味わうがよい。よし、上杉はこちらに味方してくれるね。早速じゃあ軍を起こしましょう。まずは富士吉田を狙う前に一戦しておきましょうか。ここでは5万6000の軍勢ですね。で、鉄砲隊が雪村の本隊、あとは宇治安の5200、総運は騎馬隊ですね。なかなかバランスの取れた布陣になりそうです。出陣する。まあ、信長と家康が仲違いをしてる間に勝つのが重要だからな。で、ここは家康軍10万の軍勢を信秀軍6万が撃破した形だな。まあ、信長の軍勢も相当ですけど、それ以上にね、多分家康の配下ってめちゃくちゃ強いと思うんですよ。報告いたします。信長のね、配下ももちろん強いんですけど、単純な強さで言うと多分ね、家康の家臣団が一番強いんじゃないかなと思うんですよね。その家康の家臣団を見事に打ち破りましたね。では浅井に対しては兵糧外交を展開しておきましょう。今ね、援軍も出してあげてますからね。で、さらにだ、鉄砲を買っておきます。ありがとうございました。
こんなところかな。まだ兵糧はあるのでいいでしょう。義元が徳川の配下に入ってるんだな。金銭が欲しいっていうのが、まあここは拒否かな。さてここは自ら合戦の指揮を取っていきましょう。どうだろう、ちょっとよく見てなかったけど、おそらく本陣は徳川側に取られてるんじゃないかな。そうだね、義元の方に本陣のマークがついてますね。で、節斎が鉄砲隊か、670。あと余り隊も鉄砲隊、これが230ですね。義元の3380、これが何かによるな。で、五色備えっていうのは何？なんか強そうだなっていうのが分かったけど。とりあえずここでこれで戦ってみるよ。五色備えとやらで鉄砲の数は圧倒的にこちらの方が多いんで、ここは敵を迎え撃つ形にする。まずは今曇りだけど鉄砲が撃てる場所まで進んでいきましょう。宇治照、宇治康だね。宇治康も鉄砲が撃てるところまでさっと進んでもらおう。ご命令。覚悟しろ。出た。あとはご命令を。覚悟せよ。覚悟しろ。命を。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。川で敵を迎え撃ちますか。敵が都会してくるところを叩くっていう作戦ですね。金のメッセ。総運はどこにいる？総運はここ？総運がどこにいるかがちょっと見えないな。総運の居場所をちょっと確認したいな。総運は？あ、総運はここか。総運は騎馬隊なんでちょっと端に寄せておきますか？じゃあこれでいきましょう。行くぞ。敵の移動を知れました。早速敵が一体来てるな。誰だこれは。山形正景か。いや強力だな本当に敵も。ここは我が策、お聞きくだされ。ちょっと早いけど鉄砲を撃っていく。ちょっと予定よりだいぶ早いというのはあるけど。覚悟しろ。ご命令を。覚悟せよ。覚悟しろ。本陣突撃か敵は。敵の動きを知れました。策のある者がいるようです。で、節斎がここにいると。お聞きくだされ。鉄砲の打ち合いになるね、ここは。叩きのめせ。ゲチ。始めるぞ。ゲチ。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。まずは山形隊都会しきってるので、これを完全に攻撃して壊滅に追い込んでいこう。知れました。我が策ご覧くだされ。我が策ご覧くだされ。
ゲチよ、始めるぞ。いや、なかなか厳しい戦いになるね。勝負せよ。お命令くだされ。我が主、お聞きくだされ。覚悟なき者。切磋の鉄砲隊もね、邪魔くさいですからね、普通に。始めるぞ。我が主、お聞きくだされ。我らが意地、見せてくれようぞ。容赦はせぬぞ。この初戦は絶対に落とせないからな。猪苗代隊がピンチか。ちょっとあの一体は下げた方がいいね。敵が渡海してくる可能性もあるんで一旦下げましょう。ゲチュ、始めるぞ。我が策、お聞きくだされ。我が策、お聞きくだされ。我が策、お聞きくだされ。この一撃、すべてをかける。まだ雨は降ってきていないよね。なんで味方の大量の鉄砲隊でなんとかねカバーしていきましょう。どうさんもいるのか。いやー、さすがに強いな。奇襲攻撃を受けたの。いやー、押されてるね。押されるか、ここで。とりあえず猪苗代隊は一旦下げて士気の回復を待とう。悪いがその首もらっていくぜ。普通に強いですね。さすが徳川勢だな。ご覧くだされ。我が主、お聞きくだされ。ただまだ味方もね崩れてはいないので十分に戦えますね。それにしても敵の方もちゃんと見てなかったけど、そうそうたる面々が揃ってるな。でさらに大玉坂下隊も危ないね。下げましょう一旦。お聞きくだされ。いざ参る。始めよ。いざ参る。始めよ。我が主、お聞きくだされ。そしたらこの辺りで早雲の部隊をかけさせるか。早雲はどこにいる。我が主、お聞きくだされ。早雲の部隊を敵の方に張り出させて敵の陣をかき乱していきましょう。騎馬隊のね機動力をここは生かしていきます。正々堂々勝負せよ。やりたい前へ。このままでは走馬隊も危ない。走馬隊も危ないか。走馬隊も一旦下げましょう。じゃあご命令を始めるぞ。ゲチ、我が主、お聞きくだされ。ご命令を始めるぞ。ゲチ、覚悟せよ。放て。敵の威力を知れました。放て。さあ、右翼も攻撃を受けてるね。ゲチ、始めるぞ。命を始めよう。覚悟せよ。我が策、お聞きくだされ。正々堂々勝負せよ。ご命令を覚悟しろ。ご命令を始めるぞ。覚悟せよ。さあ、ここに来てちょっとずつ押されてきてるのが明確になってきてるな。兵力的にもちょっと押されてきてますね。放て。放て。
ゃこのまま総軍隊は敵の陣をかき回してもらおう。我が策これに。我が策ご覧くだされ。我が策お聞きくだされ。あ、雨がいつの間にかやんでるね。そうなると鉄砲が使えるんで、鉄砲バンバンぶっ放していきましょう。覚悟せよ。覚悟しろ。お命令。覚悟しろ。いや、相当にやっぱり徳川軍強いな。さらに勝つよりもまだ控えてるんでしょ。いや、めちゃくちゃ強いよな。その首この手でいただくとしよう。敵を侮るのは命取りになります。まあここは長期戦覚悟で確実に勝ちに行きたいからな。正影が戻ってくるか。やだな、全然嬉しくないね。これまだあれでしょ、吉本の本体動いてないからね。恐ろしいよな。これで吉本の本体が都会してくるわけでしょ。今から今こそ親友を決する時。いや、なかなか強力ですね。六門戦の旗を掲げよ。叩きのめせ。森秀政は一旦撤退する、都会して戻っていきましたね。じゃあこちらはその分前へと進みましょう。この戦これで終わらせる。僕の手じゃ見せてやる。敵の夜知れました。今は引くぞ。撃て。いや、戻ってくるね、堀隊も。堀隊も戻ってきて、都会して戻ってきたな。これ相馬隊は一旦下げよう。これ相馬隊が改装するとかなりのピンチになるんで。我が策これに。格の差。いや、吸収するべきじゃなかったな。ここは我慢するとこだったけど、もうおっしゃったからしょうがないね。お引きくだされ。ゲッチ。始めよ。我が策お聞きくだされ。我が策お聞きくだされ。我が策お聞きくだされ。始めるぞ。ゲチ、覚悟せよ。始めるぞ。敵の移動。あとは総軍隊が戻ってきてくれるのをちょっと期待する感じかな。油断したか。仕方ねえ。一旦引くか。今は引こう。よし、吉本の隊が改装した。これはだいぶ大きいんじゃないか。ゲチ、始めるぞ。いざ参る。ここでね、決めたいところだけど決めきれないな。ゲチ、吉本の隊が改装してる意味がちょっとよくわかんないけど。我が策ご覧くだされ。我が策ご覧くだされ。ただ味方の右翼も崩れかけてるんで、ここはね、早く決めたいな。よし、なんとか
勝ちましたね。吉本の隊が鉄砲隊で崩れてくれたのかな。それが大きかったですね。我が部、我が軍略を。そうすると今富士吉田城に兵を出すと両方取れるんじゃないか。ちょっと数はねあんまり出せないかもしれませんが、我に続け。よし、謙信も家康に対して宣戦布告してくれたね。まずはね、城を2つ3つと取っていくことが大事ですからね。報告いたします。先月の収支です。不釈神明の覚悟見せたか。よし、まずは1つ城を取ったな。でこの後の展開なんですが、富士吉田城この辺りで一戦ありそうですね。であとはだ、上杉軍もこれは信濃方面から軍を一気に送り込んでくれそうな気配があるので、信濃方面に迎撃に出てくれると我々としては兵の消耗が少なくて済みますね。さらに徳川の家臣団は今見てもらった通り武田の家臣団で構成されていると言ってもいいので、武田徳川両家臣団を取り込むためにもここはね徳川勢を倒すつもりで兵糧の続く限り戦っていきましょうというところなんですが、時間も30分とちょうどいいところになりましたので、一旦ここで終わりにさせていただいて、次回ですねこの続き、しっかりプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きも応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。